この承認のフォローアップというのは日本とアメリカは随分違うと思います。最初にこのフォローアップという言葉ですけども、日本ではフォローアップはあまりこう、実際的ではないと思っています。アメリカのフォローアップというのは必ずいつ誰が、どこで何をしてという具体的なことがあって必ずやり遂げるということがありますが、日本のフォローアップはまあちょっと軽い気持ちがあると思うんですね。ですからそれは大きい違いであると思います。ですからフォローアップはやはり書面で残すというアメリカの文化の方がむしろ日本と比較すれば良いと思います。私もフォローアップを何度もすることがありますが、やはり書面で口頭じゃなくて書面でやるから必ず成し遂げるというふうなアメリカの文化の方が特にビジネスの中ではとても大切なことであると思っております。